今さっき配信終わって、そうちょっと今日そうお話し会でおすすめのドラマをファンの方から聞いたんですよ。それを見てました。なんかウ・ヨンウ弁護士は天才派だっていうなんかドラマ、ネトフリにあって、新しいのかなこれ、見たことない今1話の途中なんですけど、え、結構面白いです。ハマりそう、ハマるかもしれないこのドラマ。韓国ドラマなんですけど、すごい面白い。ね、ハマるドラマができて嬉しい。なんか見た感じだと自閉症のその女の人がいるんですけど、その人がそうめちゃくちゃ天才な人で弁護士になるっていうドラマっぽいです。あれみたい、当たるみたい、なんか日本で言う。当たるもそんな感じですよね。ね、だからちょっとこれいいですね、このドラマハマりそうです。そして今はですね、この桃を食べるっていう話をしてたので桃を切りました。じゃーん、めっちゃ美味しそう。でもね、ちょっと硬かったです。硬いからね、皮がちょっと剥けなくて切りました、リンゴみたいにして。でも味は多分美味しいかな。いただきます。いや、皮の感じは早いけど味は美味しい。普通にちゃんと桃だ。硬いとこもあるんですけど、まあ美味しいです。うまー。本当にね、桃を選ぶときどこを見て買えばいいんだろう。当たり外れが結構あるので、どうやって見分けてます？難しい。触って柔らかいかどうかとか。あー、でもなんか周りの目があるからあんま触れないですよね、そんなに。ちょっとすいませんみたいな感じで、ほんのちょっと触るぐらいしかできない。押したら怒られます絶対ダメです。売れてそうなやつ選ぶ。そうだね、色で選ぶのかな。ももちゃんに聞いてみる。あ、大西のももちゃんですか写真撮って、どれがいいと思うって。絶対わからんでしょそれね分からんって絶対来る。若干外れかなって感じの桃ですね。美味しいけど。
この間は桃食べた時めっちゃでっかいフォークだったんですけど、今日はね花より小さいフォークを使って食べてます。そう、この間食べてた時のフォークが私の花よりでかくて、うん、こんなんだったら本当にでかくて、そうちょうどいいのあったのでこれで食べようと思ってもうパスタ食べるんですかってぐらいのフォークのでかさ。なぎちゃんの出る公園に行きたいです。うん、来てほしい、めちゃくちゃ。うん、ね、意外にもまだ B 公園でなぎちゃんを生で見れてないんですって人が多くて、そう、でも当たる人は本当に当たっててもうなんか連続で見てますみたいな方もいるの。その違いってなんだろうね、すごいよね。うん、運がいいのかな。うん、うん、B 公演3回入ってる、すごい。うん、2年半劇場でなぎちゃん見てない。うん、見に来てほしいです本当に。でも今月は多分ね公演が多分ないと思うので、うん、そらドル明け当たったのに中止になった、それ、あ、こないだのか。私も濃厚接触になっちゃってね、あの中止になってたやつですよね。うん、辛すぎる。うん、まあそういうこともありますよね最近だとね。会えなさすぎて干からびてます、やばい。水分補給してください水分補給、干からびないでください、うん、こういう意味じゃないかパイナップルジュース飲みました。うん、美味しそう。ね、ジュースが飲みたくなる夏になると。私はアセロラジュースとか好き。炭酸大好き。なんか昔ってか小さい頃は本当に私ファンタグレープ大好きで、ファンタグレープ大好きすぎてもういっつも買ってもらってました。で飲んでて、そう、やば、食べ終わっちゃったうん、ごちそうさまです。
タはいろんな味があるんですけど、私はグレープ、もう圧倒的グレープすぎて、そうだな。でも最近は本当に炭酸を飲む機会が少なくなって、ちゃんとお水を飲むようになったんですよね、ここ数年。もともとでもお茶をガバガバ飲んでるタイプだったんですけど、そう、でもね、本当にお水を飲むようになりました。でもね、お茶も好きなんですけど、あやたか美味しいよね、わかる。あやたかと天然ミネラル麦茶が好き。味ね。あとウーロン茶が好きです。あ、ウーロン茶が一番好きです、私。ウーロン茶、あやたかかな。私のお兄ちゃんは確か綾鷹激推しだった気がする綾鷹より美味しいお茶はないとか言って、あ、生茶も美味しい。ウーロン茶365日飲んでます。すごっ。ウーロン茶ね、いや、本当はね、常に冷蔵庫に入ってますみたいな感じにしたいんだけど、なんか冷蔵庫が小さすぎて、私お家のここのね、だから今冷蔵庫をすごく買いたくて、なんかもうでっかい冷蔵庫がいい。もう普通に4人家族ですかぐらいの大きさの冷蔵庫が欲しくて、なんか食べること好きだから食べ物をストックしておきたいんですよ、常に。そう、今は足りないです。でも一人でなんか冷蔵庫選べなくて、何がいいんだろうってなっちゃって、いろいろあるじゃん、真空チルドとか、なんか機能そういうのとか、どれが一番得なんだろうとか思うし、ほんと選べないので、私お母さんと今度電気屋さんに行って、まあ見てこよっかっていう話はしてるんですけどお母さんがいつこっちに来るかもわからないし多分当分来ないですね。そうね、なんかサヤリンだっけな、サヤリンもお家の冷蔵庫めっちゃでっかいんですよ、確か。見たことないんだけど、サヤリンが本当にパン作るの好きじゃん。そう、長野県のサヤリン、パン作るの好きなんですよ。だからそのいろいろね、材料をなんか何キロで買ってるらしくて、1キロっていう感じで、それをね入れるための冷蔵庫でめっちゃでっかいって、そう話聞いた感じ思いました。でもね、冷蔵庫とか電化製品買うなら今のうちだみたいなことちょっとありますよね。なんか高くなっちゃいそう、サヤリンってパン屋さんやってるのやってないですよ。でもパン屋さんできるレベルでパン作るの上手、本当にね、すごいと思う。あとソファーも欲しいですね、なんか欲しいのいっぱいある。フライパンも欲しい、やばいやばいね、話してたら欲しいのいっぱい出てくる。なんかもうフライパンの蓋あるじゃん、フライパンの蓋がもうねボロボロで、なんかネジとかでさ止まってるじゃないですか、取っ手が。でもそのネジをなんかネジどっか行っちゃって、その取っ手がもうブランブランなんですよ。だから本当に買い替えなきゃなってすごい思ってて、まあ、買うなら可愛いフライパンが良くて、そう、
本当にね、買わなきゃ買わなきゃって言ってずっと買わないっていうそうねそう、新調したくなるね、やっぱ使うからね、いっぱい、うん、フライパンに可愛さいるのか。え、でも可愛いのいっぱいあるよ。フランフランとかめちゃくちゃ可愛いのね、売ってたりするんですよ。だからもうあのなんていうの、そういうグッズ、あの日用雑貨とかはもうフランフランしか勝たんってぐらいフランフラン可愛い、うん、なんかフランフランのクッション、クッション、四角いこういうクッションをファンの方からいただいたんですけど、めっちゃそれ可愛くて、そう今どこに置こうかなっていうのを考え中。ソファー買ったらそこに置きたいな的なこと考えてる。ね、ティファール、ティファールか。実用性より見た目重視。いやでもあまりに実用性がなさすぎるのもダメですよね。そう、うん、でも今の私のねフライパン一応取って取れるんですよ。ティファールなのかな、CM で言うね、取っ手の取っ手、ん、取っ手の取れるティファールって、ティファールなのかな、あんまよく見たことない、ね、ティファールか、私ティファール使ってるのかも宣伝、宣伝してた今うーん、違います、案件じゃない、違う違う違います、はい、でもティファール使ってる方多いんですね、なんかこのこうコメント欄見る限り。うん、でもなんかお兄ちゃんがもともと一人暮らしで使ってたフライパンをそのまま使ってるって感じですね。だからもうちょっと古いのかな。うん、うちはそれですね。うん。ね。でも私料理したいって思う時と全然しない時のムラがすごいので、そう、でもね、あの焼肉とかが好きだから家で普通に焼肉したりするんですよ私。だからね、そういう時すごい便利。うん、もう家で焼肉したらもうね、洗濯干してたのとかもう全部取り込んで、じゃないともう本当に匂いがついちゃうので大変ですね。うん、なんであんなに匂い出るんだろうね、すごいですよ。うん、分かる、床がぬるぬるになるね、油が多分、だからもう焼肉終わった後はあの床を拭くか、あの焼肉する前に床に新聞紙敷いとくかの二択ですね私
そう、なんなんだろうね、そこまで油飛んでたっけって思うんだけど、あれかな、煙でぬるぬるになっちゃうのかな、煙とともにあの油が運び込まれてるのかな、いろんなところに。やだね、そう考えたら。家でやるもんじゃない焼肉は。天井か、もうでも天井は時遅し無理、手届かないわ。ランリーの家で焼肉やれば大丈夫ね。てかあのね、ランリーこないださ、ツイッターで牛タンパーティーみたいなツイートしてて、めっちゃ美味しそうだった。こんな分厚いお肉どこで買ったのって聞きたいぐらい。どこで買ったんですかねランリーから聞いてないですか。すごい、あれ一緒にやりたい、牛タンパーティー。ネットで買ったのかな、それとも普通にお肉屋さん行って買ったのかな。コストコ？あ、コストコかな。すごって思った。いいな、牛タンも高いですからね。冷凍牛タンは扱いが難しいよね。あ、そうなんですか。冷凍牛タン買ったことない。今牛タンめっちゃ値上がりしてる。悲しい。なんで？なんかもう牛タンっていつも値上がりしてるイメージしかない。常になんか高くなってる、また高くなったみたいな。消費税のように上がっていきます値段が。仙台行った時に3食牛タン食べたい。いいですね。仙台のイベントあるんですけど、来る方います？結構でも今日もお話し会で行くよって方 いらっしゃったんですけど、納涼祭の次の日 TBC イベントみたいな、東北のイベントなんですけど、行くよ、行きます。あ、いっぱいいる、いっぱいいます、嬉しい。そうだから、そこに行ったら私は絶対牛タンを食べますって決めてます。もう自腹でも何でも牛タンは絶対食べます。もうね、差し入れで牛タン来たりしないかなみたいなって思ってます。ね、いつぶりだろう仙台行くのって。なんかもう全国ツアーぶりな気がする。乃木坂46は牛タンチケットが配布される。何それ、すごい。なんで売り切れたりしちゃうから。みんな牛タン好きだよね。AKB48 の全国ツアーぶりか。枚数全然関係ないんだけど、さっきの配信で私ランキング読むの忘れてました。本当にすいませんずっと喋っててなんかランキング読むこと忘れてました。で、あ、やばい、時間だ、金だきゃって思って
焦って切っちゃったちょっとだから時間に余裕持つね次は。だからあの20時15分にこの配信終わるんですけど、まあ20時5分くらいに読むね。いや、あ、うん、5分、20時8分、8分になったら読む。その時間が勝負すぎて本当に。うん、マラソンのように長い。そうですね。また来ます。配信ありがとう。ありがとうね。本当にわかる。私本当になぎなぎ中さんはいい人多いです。明日の私のショールーム配信めっちゃ忙しいかもしれない皆さん、うん、すごい、だるまシャワーうん、なんかこういうイベントしてて一番悩むのはお風呂を入るタイミングそう、なんか24時にさあのショールーム配信終わってそのままスンって寝ちゃいたいけどね、でもそのためにはやっぱりお風呂にこの配信と配信の間で入らなきゃいけないから。でも私半身浴するんですよいつも。それをしてるとなんかめっちゃギリギリになっちゃうね、1時間じゃ無理だ。1時間うん、そう1時間半だよな私。そう、切実な問題。そうですねあ、待って、やばい、ちょっと待って、あ、すぐ戻ります、待ってください。すいませんすいません、久しぶりにチャイム鳴っちゃった。なんかお父さんから明太子が届きました。からし明太子だって。あ、疲れた。ちょっと待って、開けてみます。これ要冷蔵だからちょっとすぐ冷蔵庫入れなきゃ。そう、私のねショールームって結構ピンポンっていう、ピンポンが鳴るのあるあるなんですよ。そう、よくなる。
宅配の人がショールームで在宅確認してるのか怖すぎでしょそれ本当だったらマジで怖すぎ。山屋博多の味山屋だって。北海道産ではないね、博多です。でーん、あー明太子ね、明太子どうやって使おうかな。なんかパスタとかにしても美味しそうですよね。要冷蔵、冷凍ではないんだね。なんて書いてある。冷凍ではないのかな。チルド。で、じゃあちょっと冷蔵庫入れてきます。でもな、冷凍した方がいいよね絶対、これ食べきれないもんって。箱類を片付けて本当にね、こういう時はもう大きい冷蔵庫を買わなきゃってもう切実にリアルに必要。特にだよね、だってアイスとかいっぱい買うしね、そういうのあるよね。ガリガリ君のスモモ美味しい。美味しいよね。私もそう、この間見つけて美味しそうと思って食べたらすごい美味しかった。そう、なんかスモモ味って今年初めて出た、見たことないんだけど、今まで見たことないっていうか、その今まで見たことなかった。ね、だから新商品なのかな。すっごい美味しかった。ね、珍しいよね、なんか味が。あとなんかスイカバーのソーダ味があるんですけど、でもね今本当にそのスイカバーのソーダ味バージョンはどこにも売ってないらしいです、人気すぎて。そう、私でもあの発売された本当最初の方に買って食べたことあるんですけど、すごい美味しかったんですよ。だからあの時にまとめ買いしとけばよかったみたいなそう、まあ、ちょっと迷惑かかんない程度にまとめ買いしとけばよかったなーってすごい後悔してますね。もう品切れなんですって、本当にスイカの味じゃないんです、ソーダの味で、あのチョコの種に見立てたチョコが入ってる。めっちゃ美味しい。見つけたら絶対買った方がいいですよ、美味しいから。まあ、スイカバーも美味しいけど水色の方、それ美味しい。うん、でしょ、聞いただけで美味しそうね。
水色なんですよ。見た目も可愛いし、うん、もうスイカじゃないやん。まだそうだね。あの見た目だけ、まあなんだろう、スイカか、皮の部分がスイカ、スイカ要素はそこ。まずいきます。13位、カッキー焼き鳥連合オレンジ化、なぎちゃん頑張ろう、頑張ろうね。さあ、ありがとうございます。12位はペギさん、ありがとうございます。11位、しゅんごさん、ありがとうございます。10位はメロメロンさん、ありがとうございます。9位はゆうぽさん、ありがとうございます。そして8位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。7位はガッシュさん、ありがとうございます。6位はカキアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。5位はサンちゃんさん、ありがとうございます。4位はハーミさん、ありがとうございます。そして3位はニシくんさん、ありがとうございます。2位は国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。1位はトカチンさん、ありがとうございます。はい、スラスラ読むと1分で読めるんですね。うん、で次の配信は9時21時21時20分からです。あと残り2枠です。なんかね、1回1回の配信、今日は45分区切りなんですけど、45分ってなんかあっという間に終わりますよね。なんか思ってたけどすぐ終わっちゃう。あと5分くらいで終わっちゃうし、この配信もね、星をね投げ切ってない方はもう今投げちゃってください。ババババババって。それから星集めもよろしくお願いします。うん、この間にお風呂入っちゃう、迷いますね。いや、わかんない。次の配信でそれわかります。私がパジャマですっぴんだったらお風呂入ったってことですね。うん、あ、ご飯食べますね。食べてくださいね。うん、はい、次の配信で答え合わせ。うん、うん、一回寝ます。あ、そういう方もね、全然、はい、睡眠大事なんで本当に。次の配信までモンハンやろうと。あ、いいね。なんかみんなの過ごす何予定が見えて面白い。もうちょっとで終わっちゃいます。あと5分もないです。4分。じゃあ自分はアニメ見ます。見てください。みんなそれぞれ過ごしてお待ちください。次の配信まで星集めをしながら。お風呂入ってジュース飲みます。飲んでください。ね、洗い物ね、私も洗い物しなきゃ。食器洗おう。ご飯食べる、食べて。お勉強、あら、お勉強珍しい。頑張ってください。こっそり逃げます。逃げないでください。星投げてください。逃げられたら悲しいな。うん、うん、
もうちょっとですよ。ね、だ先は長い。だってまだ1日目、1日目ですよ。なんか明日で一回順位が出るらしいですよね。すぐ順位出ないみたいな。いつもそのランキング、イベントでランキングってあのリアルタイムで結構出ることが多いんですけど、今回は1日置いての明日っていうね。だからドキドキしますよね、次の日にならないと分かんないから。なんか15位以内に入ってないとなんかランキングに出ないらしくてね、絶対15位以内には入りたいですよね。うん、一覧の並びが順位かも。そんなことありますか。え、うーん、まあまあ頑張りましょう。じゃあ次の、21時20分からのはね、遅刻しないで、私も遅刻せずに配信するので、じゃあもう少しで、あ、もう少しっていうか30秒ぐらい。じゃあ一旦、はい、またね、ありがとうございます。バイチャバイチャー、はい、終わっちゃいます。もうちょいですね。バイバーイ。